皆さんこんにちは、リコです。各自治体独自の給付金が決定しています。本編では現在分かっている情報を分かりやすくお伝えしてまいります。ぜひ最後までご覧ください。今回の動画の目次はこちら。概要欄に目次を設定していますので、見たいところにスキップしていただけたらと思います。ちなみに本編以外にも様々な自治体の支援策を紹介しておりますので、合わせてご覧いただけたらと思います。それでは早速見ていきましょう。長野県長野市、物価高騰の影響を受ける子育て世帯を支援するため、子供1人当たり1万円を支給することと、さらに経済を回復するための総額72億円分のプレミアム商品券を発行することを明らかにしました。長野市議会の9月定例会に提出する補正予算案に、これらの支援策で6億円余りの費用を盛り込んだとのことです。子供1人1万円支給について、食品などの物価高騰によって影響を受ける子育て世帯を支援するため、18歳以下の子供がいる3万5500世帯を対象に、子供1人に対し1万円を支給するとし、10月末に児童手当の受給口座に支給する予定。プレミアム商品券について、プレミアム率は 20%、 1万円で1万2000円分の商品券を購入することができ、9月に購入申し込みを受け付けるということです。宮崎県日向市、燃油価格物価高騰対策として市内の全世帯に6000円分のガソリン購入助成券を配布することを決めました。こちらの助成券はガソリンや灯油、軽油などの購入が可能で、市内のガソリンスタンド24店舗で来年1月末まで利用できるとしています。こうした支援策は県内では初めてということです。日向市では今月26日に開会する市議会に予算案を提出するとしています。なお助成券は11月から順次郵送することにしています。新潟県糸魚川市、定例記者懇談会で補正予算などを発表しました。市民への支援策としては、1つ目、令和4年度住民税非課税世帯と子育て世帯に対し、1世帯あたり1万円分の糸魚川市内共通商品券を支給。2つ目、プレミアム付き商品券を発行。今回の商品券はプレミアム率 10%、 1冊1万1000円分を1万円で販売、4万冊を発行するとしています。ただこれ以上の詳細が記載されていなかったので、糸魚川市にお住まいの方で対象と思われる方は動向を注視しましょう。千葉県南房総市、コロナ禍による原油価格物価高騰で落ち込んだ地域経済を下支えしようと、市民全員に1人当たり5000円分のクーポン券を配布する記載がありました。配布時期としては10月下旬を予定しており、11月1日から来年1月31日まで利用できるとのことでした。それではコメントで寄せられた地域について見ていきましょう。富山県富山市、市民への支援策としてはプレミアム率 20% の富山プレミアム食事券の発行という内容でした。沖縄県那覇市、東京都練馬区、岡山県赤山市、こちらの地域においては市民への支援策という情報が見当たりませんでしたので、今後の動向に注視してまいりましょう。兵庫県宝塚市、広報の8月号にて掲載されていた市民への支援策はこちら。1つ目、学校給食費の食材高騰分の補助。2つ目、国が定める低所得の子育て世帯への給付金。3つ目、生活困窮者自立支援金。4つ目、国が定める令和4年度臨時特別給付金。5つ目、住居確保給付金。6つ目、生活保護という内容でした。特に市独自で実施している支援策という内容は見当たりませんでした。今後の動向に注視してまいりましょう。山形県、最新情報ですと7月27日付で県内事業者に対し県独自の給付金を給付という内容がありましたが、市民への支援策となると令和4年度6月補正予算追加提案分として県のホームページに掲載されていました。県独自の施策としては、1つ目、
生活困窮者等への県産米の提供。こちらは特例貸付を受けた世帯で生え抜き20キロを支給。二つ目、低所得の子育て世帯への県産米の提供。国が定める支援金を受けた一人親世帯へ生え抜き20キロを支給。三つ目、県内外の高等教育機関の学生等に対する県産米の提供。四つ目、生活困窮者に対して食料品を提供するフードバンク活動への支援ということでした。また、令和4年度当初予算の対応として一つ目、低所得世帯への冬季の灯油購入費費用等の支援、1世帯あたり5000円。2つ目、私立高等学校等の授業料軽減のための県独自上乗せ支援ということです。今後の動向に注視していきましょう。沖縄県豊見城市、令和4年度豊見城市新型コロナウイルス感染症総合緊急対策としてホームページに掲載されていました。一つ目、子育て応援一時給付金事業。コロナ禍における原油価格及び物価高騰に直面する子育て世帯、児童手当受給者、0歳から15歳に対し、1人当たり5000円を支給するとのこと。支給時期は10月を予定しているとのことでした。二つ目、消費喚起事業。一世帯あたり5000円のクーポン券を配布することにより、地域経済の低迷緩和を図るとのこと。こちらも配布予定は10月とのことでした。これ以上の詳細がわからなかったので、今後の動向に注視していきましょう。長崎県長崎市、7月補正予算の全体像としてホームページに掲載されていた内容で、市民への支援策は、低所得の子育て世帯のうち国の給付金の支給対象となっていない就学援助費受給世帯及び同様の水準にある世帯の方に対し、長崎市独自の生活支援を行いますとの記載がありました。給付額は1世帯あたり5万円、支給開始時期は9月上旬ということです。このほか学校給食費の食材高騰分の補助という内容でした。ここまで各自治体の情報をお伝えしてまいりました。金額がバラバラではありますが、現金給付を打ち出す自治体も増えてきた印象です。ですが、自治体の支援策ともなると一律で給付金を出している自治体もありますが、数えるほどでとても少なく、対象者が限られているケースがほとんどです。国から配られる地方創生臨時交付金を自治体としても最大限に活用して必要としている多くの方へ支援策が届くことを願っています。皆さん、いつも高評価コメント本当にありがとうございます。これからも給付金やお金関連様々な分野で皆様の生活のサポートができるよう頑張りますので、高評価チャンネル登録の方もぜひぜひよろしくお願いいたします。この動画が皆さんの参考になれたらとても嬉しいです。それでは次回の動画でお会いしましょう。今回の動画は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。